大島港に着岸した黒島港からの定期便新居。大島は、愛媛県新居浜市の北東約 1.5km の沖にある周囲約 9.8km の有人島である。島の住所は、愛媛県新居浜市大島で、郵便番号は792-0891。村上水軍の統領であった、村上義弘生誕の地とも伝えられる。 2013年3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口は280人。2017年6月現在では207人。その半数が70歳以上。2014年1月現在、268人が住み、車エビ養殖とみかん、島徳産の白いもの栽培が主な産業。高齢化率が高く、また離島であるために過疎化が進み、 後継者不足が懸念されている。これに対し、1997年頃より、地元有志により、福祉ボランティアを手始めに活性化の取り組みが始まった。2000年には NPO に衣返し、地域通貨を活用した地域福祉の取り組みを行った。ただ、この取り組みは、何かを介在させなくとも自然な形で助け合い的な、活動は行われていたことや、仕組みに、 馴染みが薄いこともあって、立ち毛になってしまう。また、愛媛健康業技術センターの開発した微生物を活用した生活雑排水の浄化の取り組みを行ってきた。白いもの活用については、2003年より取り組み、特区制度を活用し、白いも畑のオーナー性、白いもを用いた芋も上柱の製造に着手するなど、活性化の糸口をつかみかけてはいたが、 現在すでに低迷している。島と市本土の間には、市営の都会線がほぼ1時間に1往復、所要時間約15分で運行されている。愛媛県の将来構想の一例として、加強の可能性が取り上げられているが、現状では非現実的であり、今後の地元の取り組みにかかっている。島内には公共交通機関はないが、島内を一周する道路がある。 北部は、鬱蒼とした林に覆われ、断崖が多く、海辺の道路であるにもかかわらず見通しの悪いところが多い。北西部には、小型の別荘の廃墟が点在する。中世に、瀬戸内海を支配した村上水軍の支祖である、村上義弘の生誕地とされ、島南部には当時築城をされた大島城の跡が残されており、本丸跡、二の丸城跡、船隠し、 トンコロ城、防災跡、桟橋跡など、伊予水軍の遺跡が今なお残る。当時は、羽生島、久しみ津島、黒島、大島の4つの島を総称して大国島と呼ばれていた。また2つの寺が狭いか重地に近接していることから、海上交通、流通の拠点として栄えていたことが伺える。その寺の一つの岩行寺には、幼子を思う坊ボ,ボの、 幽霊の片袖が伝説と共に残されている。島では毎年成人の日に左議長という行事が行われる。正月の3日に少年らが集めた門松、笹、締縄を組み合わせて高さ12メートルの糖度3を各地区に1機ずつの計4機と子供用1機を作る。それを成人の日の午前六時頃に東の地区から順番に点火していく行事で、 東予地方の漁村でも行われているが、昔の作法で行われるのは大島だけになっている。大本神社本殿。ありがとうございます。